はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編究極こちらのフロアにですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。というか赤尻ランキです。アビリティ見ていきましょう。まずはリーダーじゃないですね、もうダンキーって言ってるので、ダンキーの赤尻ですね。ゼロスマ、イエスアイアム、大切な心がけ、本能をつけてます。リングスキルは、辻彩ですね。赤属性とサンド使いの移動距離 20% アップ、そしてスマッシュ範囲が 20% アップですね。どちらも必要はないですけどね、まあ、一応つけたいからつけたという感じです。フレンドはシュトルハイムですね。では参りましょう。もうね、すぐにシュトルハイムは退場していただくような感じだとありがたいというところです。さあ、ここでゲージが溜まったので早速もう使っちゃいましょう。どんどん相手が動いていくと、もう移動も攻撃力がどんどん上がっていきますね。移動じゃないですね、攻撃力が上がっていくので、何かと便利です。さあ、ドーンと倒していきましょう。ゲージがね、回復していくのがね、どうかなーっていう感じですけども、さあ回復していっちゃいました。さあ攻撃を受けます。でイエスはイヤムです。攻撃はでも避けていきます。そして攻撃力が上がります。そして CS ですね、 CS でさらに威力をアップしていきましょう。威力はアップしていきます。続いては、パパウを攻撃です。パパウ、攻撃が届いてなかったですね。ブラックとブラックの剣で切られております。でもパパウが攻撃してくれるので威力は上がります。ここもお構いなしにゲージを使っていって CS ですね、 CS で威力を上げていきましょう。もうこれで倒せますかね。倒せると嬉しいのですが、まだ攻撃力が足りてないようです。さあ倒れてしまいますが、いいでしょう。今度こそ倒せるはずです。倒せました。そして第2ラウンドですね。第2ラウンドはここはですね、ちょっと気をつけたいところですが、 CS がゲージが溜まっているので早速使っていっちゃいましょう。ほんとウンルールがね、見るだけでビビってしまいます。ウヌールがいるだけでここまで緊張感があることなんてね、なかなかないですからね。しかもアイテムディフェンスと来たもんだという感じです。ということで取っておきましょう。そろそろ倒せそうな感じですかね。攻撃力は上がっていっております。嫌な位置にいるな。ここはCSで発動しておきましょう。攻撃力を上げておきます。おっと、ここは強襲してくるぞ。強襲してきたけど威力はそこまでなかった。ふぅ、
よし、これでアイテムを取っていきましょう。これで倒してましたね。まだ削り切れておりません。続いても怖いので、ウンドゥールだけはね、確実に倒しておきましょう。あ、リオも倒せましたね。よかったです。さあ、ここら辺はね、もう威力が上がっていってるので、さほど難しくはないはずなのですが、おっと、ここは攻撃を受けてしまう。いろいろとやられてしまう。 CS で攻撃を受けて、 Yes I am、 ゲージがなくなってしまいました。こんな使い方いいのか、そして威力が上がっているにもかかわらず、ここまで、スマッシュ範囲が狭いのは、そういえばそうですね。そういえば、奴がいました。アレッシーですね。アレッシーがいるおかげで、ダメだったんですね。アレッシーを倒していきましょう。確実に倒しましょう。さあ、増援が降ってまいりました。ここで、CS を使われますが、ゲージは満タンなので安心です。うっとりされます。うっとり5万円の様子です。18歳無職、ここは CS を使わずに倒していきましょう。もう倒せるはずです。いい加減倒せるはずです。攻撃を受けてしまいます。 Yes I am です。いい加減これはもう倒せるはずです。はい、第2ラウンドクリア。そして第3ラウンド、最終ラウンドですね。ここがね、結構厄介なんですが、やることは一緒です。おっと、いきなりジョナサンが攻撃を仕掛けてくる。さあ、 CS 発動です。ジョナサンが攻撃を仕掛けてきて、先導波紋オーバードライブ、しかし効いてはいない。そしてターン終了と同時に攻撃です。ここはアイテムを、回復アイテムを取っておいて、攻撃を仕掛けていきましょう。全然削れてないです。全然削れてません。攻撃力は上がるのを待つばかりです。先導波紋オーバードライブを仕掛けられて、ここは、お、これで倒れてしまいましたが、 CS がね、打てるので CS 打っちゃいましょう。耐えきれるのでね、なんとかなるはずです。耐えられましたね。そして回復されていきますが、攻撃力自体は上がってきているので問題なしです。まずはね、ジョナサンが倒せることを前提にいきましょう。まだ倒しきれないジョナサン。次で倒せますかね、ジョナサンは。そしてここで先導波紋オーバードライブです。おっと、ここでエリアスキルに入ってしまった。エリアスキル外になりましたね。ここでは、ちょっと微妙ですね。ここは確実に死亡してしまうので、
除しかけておいて開封しておいてですね、 CS ですね。確実に勝つためには安全策を取るのが必要です。はい、では今度こそジョナサンが倒せるはずです。ジョナサンは倒せた。うるさいジョナサンは倒せたので、これでなんとか攻撃はいってるのですが、さあジョナサンが呼ばれて飛び出てジャッジャッジャッジャーンです。おっと CS が切れている、 CS が切れている状態で、これは怖い。またですね、今度は大丈夫ですね。今度は CS 打って打つだけでいいですね。先導ハモンオーバードライブです。イエスアイアムで回復しております。もうジョナサンはゲージ満タンでも倒せるような感じですかね。踏んでしまいました、踏んでしまいましたが、ジョナサンは一発で倒せる状態ですね。ということで地道にやっていけばスピードワゴンも倒せるという感じですね。惜しい、もうちょっとでした。今度は確実な感じですかね。さあやってまいりました。攻撃はきっちりと受けております。まずはね、もう倒せてしまう方を倒すとしましょう。スピードワゴンを倒してジョナサンもさよならです。はい、無事クリアすることができました。短期でね、倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、私にとっては本当に鬼門でした、フロア3、こちらを攻略していきたいと思います。ではラーサマ対